さんこんにちは、こんばんは。今回はぐでたまパッケージのお菓子などいろいろ買ってきたので紹介します。まずは豚麺とぐでたまがコラボということで、卵入りぐでとろ醤油味、美味しそうなネーミングです。まずここにぐでたまがいて、パッケージのデザインはこんな感じで、卵入りでうまいで醤油、ちょっとよくわからない、湯醤油、うん。でここにいつもの豚麺のキャラクターがいて、ぐでたまコラボということで殻をかぶってます。そしてここにもぐでたまがいます。お次はなんとバカウケとコラボしたぐでたまです。小さなバカウケって書いてありますね。味は卵かけご飯味、どんな味なんだろう。ダリーバカウケとコラボとか勘弁して、コラボもめんどくさい感じですかね。でここにぐでたまが好きな、愛するぐでたまが愛している醤油がたくさん書かれてます。裏にかわいいですこれ、醤油どんだけ好きなんだよっていう。お次はベビースターラーメンとコラボのぐでたま、味は煮卵醤油ラーメン味、これもすごく美味しそう。でパッケージはこちらです。でこれパッケージが3種類あったんですが、私はこのポリポリポリってお腹をかいてるぐでたまがすごい可愛いなと思ってこれにしました。ここは3種類全部一緒だった気がします。で裏が4コマになっていて、この音っていう4コマが書かれてます。この4コマ漫画もこのパッケージ、3種類のパッケージ全てこの裏も違いましたね。4つ目はすごく大きいんですが、このゆで玉わたあめハロウィンバージョンです。なんとかぼちゃの上にぐで玉が乗ってます。そして騒ぎたいだけっしょ、はい、このぐで玉っていう文字もハロウィン仕様になってます。そしてこれ裏がとっても可愛いです。せーの、じゃん、これすごく可愛いです。薄皮お化けすごい可愛い。そしてこれ何味かというと、ぐで玉わたあめプリン風味って書いてあります。プリン味のわたあめなんて食べたことないんで、ちょっと食べるの楽しみです。続いてぐで玉ハロウィンドーナツです。これパッケージがとっても可愛いです。そして上部分はこんな感じで、さっきの薄皮お化けがこう2匹2匹って言って 2個、ぐで玉は何匹って数えた方がいいのかな、こう2箇所にいますね。でこれはスイート味とチョコ味のドーナツが入ってます。これは1つ100円ちょっとだったので、中身はぐで玉のパッケージではないんじゃないかなと思うんですが、開けてみましょう。中はやっぱり普通のドーナツですね。こんな感じで中は残念ながらぐで玉パッケージではありません。最後はこのぐで玉缶バッジコレクション、これを3つ買ってきました。これは100円ショップに売ってたんですが、こういうの出てたの知らなかったです。いや、見つけた時にもう即買おうと思って3つ買いました。で裏はこんな感じで、これラインナップが書かれてなくて、どんなのが入ってるのかわからないです。何が出るかはお楽しみ。キラキラスペシャルバッジもあるよっていうことで、どんなのかな、
で、クリップタイプの安心かわいい缶バッジ。で、裏が、針じゃなくて、こう、クリップのようになってるみたいですね。11種、プラス1種、全12種。いや、これは気になります。では、早速、開けてみましょう。まず、1つ目です。1つ目の缶バッジは、じゃん！お、なんだろう、これ。大人の事情って大体子供みたいな理由でしょ？これも、あ、いいですね。一つ目はキラキラしてなかったんで、二つ目キラキラ出るといいな。二つ目は、じゃん！お、キラキラしてないけど、これはなんだ？流行りに乗りたいんでしょ？これはなんだろう？これに、このパンをつけて食べる。これなんだっけな。ラストの三つ目、キラキラ欲しいな。出てくれるでしょうか。三つ目は、あー、キラキラじゃない。ほんと、無理だから。はい、というわけで今回はぐでたまパッケージの商品を簡単に紹介しました。ちなみに、この缶バッジ以外はすべてセブンイレブンで買いました。この缶バッジは100円ショップのセリアで買ってきました。私が行ったお店には売ってなかったんですが、このハロウィンパッケージのお菓子は他にもあるみたいで、ベビースターのラーメン丸とかチロルチョコとか色々あるみたいなので、興味のある方はチェックしてみてください。それでは。